ぱりそれだと練習のための練習になっちゃうんで、試合のことを意識して練習しようと思ったら、今みたいにアプローチを打ってそのままボレーにつなげるっていうパターン練習も結構いいと思います。あ、はい、今のが今の感覚で結構良くなってくると、次はじゃあラリーをしている中で甘いボールが来て、それを、スピンのスライスでコントロールして、この形まで持っていくと、次はじゃあポイント練習にっていう。あ、なるほど。なんか私なんか最初から最初に習ったやつがリターンだったんだよね。基本がリターンですとかって感じしてるんだよ、コーチが。はい、ありえないじゃん、そうだよ。でもなんか知らないから信じちゃった。得意でしょ。そうですね。サーブ何キロ？いやー、測ったことないんですけど、まあ、多分190ぐらいは出るんじゃないですか、ね。あー、本当に。200キロ。200キロって言ったら本当に速いですけど。速いですよ。じゃあ一番速くて。今一番速い。20キロじゃないの？一番速い。高校生に負けちゃったんだよね、試合って。ダブルス、ダブルスだっていうのはあるけど、東京学園のオーバーワンで、外は負けちゃった。ガチ何ポイントで測ってるんですか？44、40です。44じゃん。結構緩めで4落とす？そうですね。こっちか。妄想。柔らかい。うん、しっかりスイングしていくので、うん、手首とか肘にも優しいんだよね。落としてる方が。でも、ローテンション。でも俺もずっとそうだったんで、結構わかる。40、40、40だった。40、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 
理由あるんですか？あのやっぱ空気力が違う。僕は3ポンド落としてるんですけど、はい、まあ食いつきが出るのかなちょっと、まあ、よくでも正直言ったことがあって大丈夫出ますよ。カーブの縦回転と上空の回転違う。左が距離は下りからなんかもう下に通さなかったらテレーって言ってた、うん、そうそれでこれに私がなんか言わせて一番最高の食いつき良かった時はこれになんかブラストのおじさん向けのなんかなんだっけ、なんかすごい太いやつを買ってでも何も分かんないからでもどうせ分かんないしって自分が疲れかったから当たると思うんだよ私だけって。でもまあでもいいやそれでちゃんと打たないと球が通るか行くんだよ。大変だと思ってすごいね必死勝ったよ強い人に。あ、そうです、うん、球が大きくなるね。そうです距離だとね、はい、距離はこれでいい。
ラグみたいな感触出ますよね。そうですね。あー、すごいな。柔らかい方が気持ちいいけど、球も速くなるし、なんか一生懸命やるから、試合は今度の試合はこれでやろうと思ってる。今どのぐらい頻度で張り替えてるんですか？それで上手くなりました。そうです、そこに持ってきたんです。こっちに。
左下に下ろしてそしたら体の力の向きがこう斜めにこう走るんで、引けばラケットの上に走るんで、はい、そうです。なんか何も考えない。なんか体がね、考え始めるとね。そうですね。これだけ先にちょっと。いや、今なんで今です。何でもいいんだよね。こう来られて回れば。お、ナイスアウト。まあ入ればいい。その前にぐらいです。今早かった。早いでしょ。なんか言われるんだよね。たまに言われるんだよね。